はい、それじゃあね、ムソンさんのノバワンのレビューっていうのをね、やっていきたいなと思います。まあ、今もね、録音はね、されてるかなと思うんですけども、ちょっとね、これ、マイクも、はい、ついてるんですよね。音声が取れるマイク。はい。でね、そちらの方もね、ちょっとまあ、音声こんな感じなのかなと思って、まあ、レビューしていきたいなと思いますので、はい、今のね、この、お聞きいただいているね、音声というのは、ノバワン、ムソンさんのね、ドライブレコーダー、ノバワンの音声をお聞きいただいていますと。こんにちは、ヒロです。H チャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。はい、まあ、挨拶よりね、先にね、マイクの音声の方をね、お聞きいただいたんですけども、ちょっとね、マイクの音声がね、まあ、小さすぎるんで、ちょっと何言ってるか分かんないっていう方もね、結構いるんじゃないかなと思うんですけども、はい、ノバワンのマイク性能としては、まあ、こんな感じです。で、次にね、まあ、画質の方のね、お話をしていこうかなと思うんですけども、まあ、まず色合いですかね。色合いなんかね、ちょっと黄色っぽいなって、黄色っぽい、赤っぽい、っていうね、まあ、暖色系がね、かなり強い感じがしますね。まあ、なんて言ったらいいんでしょう。こう、性質上、そんな綺麗な映像をね、残すためではないので、まあ、これでも大丈夫なのかなと。要は、なんて言ったらいいんだろう。こう、シャープネスであったりだとか、描画がね、きちんとできているのであれば、この辺はまあ、そんなに、ドライブレコーダーっていう性質上問題はないのかなと思うんですけども、仮に、まあ、今回はね、私これレビュー品として送っていただいたものなんで、まあ、特にね、メーカーの方に一応はね問い合わせることはするかもしれないですけども、購入したものであれば、この色合いだったら1回はね、確実に私は、はい、問い合わせるかなと思います。で、次にね、まあ、描画の具合なんですけども、そうですね、こう、風景なんかっていうのは、まあ、特に問題はないのかなと思います。そんなね、めちゃくちゃボケてるとかってね、いうような感じでもないですし、まあ、対向車のね、ナンバーなんかも、今こうやってね、動画が動いてる状態だと、まあ、見づらいとは思うんですけども、静止させるとね、ナンバーを見ることはできます。ただし、運輸支局であったりだとかね、あと、まあ、自動車の種別であったりだとか、要はナンバーの上部の方に書いてあるね、小さい文字ですよね。あと、まあ、隣のひらがななんかは、ちょっとまあ、やっぱり判別はしづらいのかなと思います。はい、前カメラのね、映像はこんな感じで、続いてね、後ろカメラのね、方の映像をご覧いただきたいなと思います。はい、こちらがね、後ろカメラの映像でございます。解像度がね、480p なんで、まあ、必然的にこういう小さい動画になっちゃうんですけども、ちょっと拡大してみましょうか。はい、こんな感じ。まあ、明らかに前のね、カメラと比べると画質は落ちます。ちょっと看板の文字も見づらいかな。あと、まあ、映ってるね、車のナンバーっていうのも、これはもう、大きい数字のところも、ちょっと判別が難しいかなと、はい、思いますね。ただ、まあ、どうなんでしょう。ドライブレコーダーの役目として、証拠映像を撮るっていうことを考えれば、これぐらいでも十分なのかなと思うんですけども、またよかったらね、そういったところもコメントいただければなと思います。はい、じゃあ次はね、夜間の、まずは前カメラの映像の方からね、ご覧いただきたいなと思います。はい、こちらがね、夜の映像でございます。あれ？雨降ってないのに、なんでワイパー動いてんの？ってね、まあ思ってらっしゃる方もね、いるんじゃないかなと思うんですけども、まああまり、お気になさらずに。なんでしょうね、水滴がね、随分ね、窓にね、つくんでね、まあ気温差で、
なんかクーラーかけてね、で外はね結構あったかかったん でそれでね、なんか水滴がね、ちょっとワイパー動かしてないと、窓がね見えなくなっちゃうような状態だったんで、はい、まあそんなことはどうでもいいんですけど、はい、まあ映像としましては、まあ普通にまあカメラで夜撮ってる映像かなと、対向車のライトで、まあナンバーなんかはねやっぱり確認できないかな。でもライトが通り過ぎると、まあどういう車種かっていうのがね、まあわかるっていう感じかなとは思います。まあこの辺が別になんか普通といえば普通なのかなとは思うんですけども、どうなんでしょう、ドライブレコーダーとかの映像ってもっとこうナンバーとかがわかるものなんですかねって質問しちゃったらもうね、あれですけど、まあそう、普通は見れますよとかね、まあそういう風なね意見があればちょっとお書きいただきたいなとは思うんですけども、まあ個人的には今夜の映像なんで、まあこんなもんなんじゃないかなとは、はい、思います。そのうちあれですかね、1回ぐらいドライブレコーダー VS、C30R なんかもやった方がいいのかな、はい。それじゃあね、夜の映像、前カメラの方はこれぐらいにしまして、次はね後ろカメラの映像の方に行きたいと思います。はい、これがね、ムソンさんのノバワンの、後ろカメラの夜の映像でございます。まあまあ普通にはね撮れてるんじゃないかなと思いますけどね、もう後ろの車はでももうねライトしか見えないですね。これあれですかね、カメラの位置も関係あるのかな。今ねナンバープレートのところにつけてあるんで、結構こうまともにねこう光が入る位置なのかなとは思うんですけども、これがリアウィンドウの上の方にとかつけたらもう少しちゃんと見えるんですかね。ちょっとこの辺はやってみないと分かんないんですけども、そうだな、電熱線が入る映像になるかも分かんないんですけども、まあ、もし、機会があればその辺もねちょっと試してみたいなと思います。まあ、なんかでもすごいですねなんだろう、未知との遭遇みたいな映像になってます。なんかこのまま逃げ切れなきと、なんだろう、宇宙に連れて行かれちゃうようなね、はい、映像になってますけども、はい、これは、なんだろう、どっかの駐車場に入ってるみたいですね。みたいですね。というか、入ったのは私なんで、なんで他人事みたいに言ったんだろう。はいはい、今ね、駐車場に止めた映像をご覧いただいています。あ、でも、こう見ると、悪くないんじゃないですかね。はい。とてもいいと思います。はい、ムソンさんのねバックミラー型ドライブレコーダーノバ1の、前カメラと後ろカメラの、昼と夜の映像っていうのをねご覧いただきました。感想としては、まあこのお値段で、まあ、この性能で、まあ、これだけのね映像が残せれば、まあ、十分買いなんじゃないかなと思いますし、設置も本当すごく簡単です。線を刺していくだけなんで、まあ、配線の処理とね、後ろカメラの、位置ですね、これだけバッチリとね決めておけば、本当ね誰でもね女性でも簡単に取り付けられるものだと思います。もちろんね高いドライブレコーダーを、まあ、車屋さんにねつけてもらって、もうバッチリね映像を残したいんですっていうような方が買うものではないかもしれないですけども、まあ煽り運転とかね飛び出し男とかね何かとね物騒なご時世でございますので、まあお金とね手間はかけたくないなと思ってらっしゃる方にはぴったりの商品だと思います。コストパフォーマンスはすごくいいと思いますので、ムソンさんのバックミラー型ドライブレコーダーノバ1、まあ、前後カメラもねついてますんで、よかったらね、購入リストに追加していただければいいんじゃないかなと思います。はい、それではね、これはまあ夕方の映像なんですけども、はい、このね夕方の映像をご覧いただきながら、はい、皆さんとねお別れしていきたいなと思います。本日の動画の情報が面白かったなとか役に立ったなと思った方は高評価を、そしてよろしければチャンネル登録と、あとメルマガやツイッター、インスタグラムなんかもやっておりますので、そちらの方もねフォローしていただければなと思います。
あとこの動画の感想や私に質問やリクエストなんかがありましたら、下のコメント欄に書き込んでいただくか、詳細に H チャンネルの感想フォームへのリンクというのをねご用意しておりますので、そちらの方からメッセージをいただければ、タイムラグは出るかもしれませんけども、見せていただいてお返事させていただこうかなと思いますので、よろしくお願いします。それでは本日も動画のご視聴誠にありがとうございました。